消えたのはアバッキョたちじゃない。ここは鏡の中。引きずり込まれたのは僕の方だ。ゴミ箱に書かれているのはゴミ箱。やはり僕は鏡の中にいる。鏡なんだ、すべては。このことジョルノとアバッキョに知らせなくては。僕のスタンドが出ない。スタンドの力は感じ取ることができる。スタンドは見えていないところに出現している。スタンドの力は感じ取ることができる。スタンドは見えていないところに出現している。二つの世界はつながっている。それを利用すれば奴を倒せる。このキーを守りきることが僕たちの使命。こんなところになぜヘビが。まさかジョルノが生み出したのか。さあどうする。全てはもう明らかなはずだ。君とはこんな出会い方をしたくなかった。なるほど、ものすごく用心深い。今このまま立ち去るというのなら僕はもう攻撃はしない。ボケっとしてる場合じゃないはずだ。はっきり言わせてもらう、君の実力では僕には勝てない。最後まで油断しない方がいいと思いますよ。とても危険だ。僕たちの情報は筒抜けらしい。そんなにうまくいかないと思いますよ。僕のスタンドは爆発するかのように遅い。そして消えるときは嵐のように立ち去る。パープルヘイズは獰猛なスタンド。凶暴な面だけを発言させている。こいつぶっ飛んだスケールの判断と行動するやつだ。一体なんだこいつは。この能力は。倒れるのは僕のスタンドを見る君の方だ。僕はこいつに買い物行かせんのは心配です。尾行されるかもしれません。外に、鏡の外に逃げられた。ジョルノ、お前がせっかく自分の身を犠牲にしてここまで入ってきたのに。そうか、わかったぜジョルノ。やったぞ、鏡から出れた。奴の能力は消滅した。奴は倒したが、パープルヘイズのウイルスはもうお前の全身に増殖して回りつつある。感染したら僕にもどうすることもできない。その蛇、ひょっとして死んでないぞ。パープルヘイズのウイルスの中にいるのに生きている。こいつとんでもないことを考え実行するやつだ。ジョルノ、お前の命がけの行動、僕は敬意を表する。わかったジョルノ。あったぜ、指令のキーはゲットした。ん、こんな場所に鏡なんて何か奇妙だ。これはジョルノ、アバッキオ、気をつけろ、後ろに敵がいる。え、いない。いたんだ、確かに。まずい、奴が近づいてきた。攻撃されるぞ。二人とも鏡から離れるんだ。離れろ。なんだと。ジョルノ、アバッキオ、何をしたんだ、どこだ。お前は。言っていることはよくわかった。だけどボートに乗る者はいないよ。この組織なくして僕らは生きられないんだ。アバッキオ、ミスター、お前らどうかしてるぞ。完全に孤立するんだぞ。なぜだ、みんな正気じゃないぜ。僕のスタンド、パープルヘイズだけが鏡の中に。まさか貴様の能力は。貴様が許可したものだけを鏡の中に引きずり込む能力なのか。パープルヘイズ、パープルヘイズ。そりゃ食らわせろ、土手のが。はっ、遅い、違うね。何これだ。何をした、パープルヘイズ。行け。